ネットで競馬、ネット競馬。大丈夫だよとか、まだだよとか、もうちょっとでレースだからねとか、いろいろずっと喋ってます。めっちゃカップルですね。カップルです。ネット競馬特別企画、クセ馬図鑑ガイド役の岡部玲子です。そして特別ゲストはこちら、クセ馬を手掛けさせたら日本一、池添健一騎手です。よろしくお願いします。お願いします。さて、今回取り上げる馬は、メイケエールです。はい、ということで、まあ、今のファンの方にもおなじみのというね、メイケエールになりますけれども、池添騎手とのコンビは、昨年のスプリンターズステークスが初コンビ、はい、ということですね。それまで武豊騎手がまたがってらっしゃいましたけど、何かお話は聞いてらっしゃいましたか？あんまり豊さんからは聞いてないですかね。そうなんですね、はい、豊さんとのりさん乗って、うん、で僕だったんですけど、はい、あの乗ったものにしかわからない恐怖をがある馬かなと思います。25年目なんですけど、はい、もう初めてのタイプというか、大変な思いが続いております現在進行形その25年乗ってきても初めてだなって思う、ちょっと表現が難しいかもしれないですけど、どういうところですか？調教とは違うレースで見せる部分というか、こう一生懸命走りすぎるってい いうんですかね、こう何にも効かないんですよ、コントロールが。操縦が効かないというか。で、今年に入ってあのパシファイアっていう網網のやつと折り返しをつけるようになって、ようやく普通のレースができるようになってきたんですけど、うん、もう去年のスプリンターズステークスの時はもう、ああこういうことかって思いました。こうなんていうんですかね、こうスタートしてすぐ僕は控えてるんですけど、こう引っ張るじゃないですか、うん、こう普通のまま収まるんですよ。収まるんですけど、うん、こうやって引っ張るとこうやって頭振るんですよ。頭上げながら、うん、で引っ張ってるのを全部逃がしていくんですよ。右に左、右に左って振りながらまっすぐ走っていくんですよ。で馬レースしてるから馬ごみあるじゃないですか、前に、うん、見てないんですよ前を。だから突っ込んでいくんですよ、そのまま。だから何にも効かない状態でそのまま突っ込んでいくから、ジョッキーはもう恐怖しかないんですよ。だから外にみんな逃げるんですよ、こう進路、自分の逃げ道を確保するために。へー。ただ外に出したら他の馬邪魔しないじゃないですか、はあ、まずはそこを進路確保するんですけど、それで他の馬に邪魔してるんですよね、まあ、そこを出すまでに他の馬たち後ろに前に横にとかいるんで、うんうん、でそれが全部こうチューリップショーから桜花賞で金なんと、まあ、みんな分かってないと思いますけど、みんな気使って避けてあげてるんですよレースって。そうなんですね。あれでも本当はめちゃくちゃ迷惑かけてるんですよ、チューリップショーから全部。それ池添騎手はまたがっててなんか声出したりするんですか？僕もスプリンターズの時に2頭ぐらい邪魔してるので、はい、あの制裁もらってるんですけど、はい、まあ、あの終わった後に謝りに行くんですけど、それまでああやばいやばいとはありますけど、もう声出ないです。だからこううってなってましたから。そっか。じゃあレースだとちょっとまたその個性的な部分というかが新たに。もう癖しかないですよ、ね、本当。だからなんでそうすんのかなって。もう一生懸命なりすぎるっていうところがあって、でそれスプリンターズがそうだったんですけど、で今年に入って折り返し手綱をつけるようになった時に、折り返し手綱つけると首のが制限されるんですよ、はい、首の動きが。でそこで引っ張ると振らないんですよ、右左に振らないんで、引っ張ってる感覚があるんですよ自分の中で、乗ってるジョッキーとしては引っ張れてるっていう。そこで喧嘩にはなるんですけど、引っ張れてるんで馬ももうそれじゃいかないから我慢せざるを得ない。それじゃいけないんでグッて、はい、そう折り返しで制限されてるんで、うん、だから普通にレースできるようになったんですよ今年に入ってから。でも KO 杯の時は結構息っぷり良くて頭上げてたので、うんうんうん、はい、やっぱり難しい馬だなっていうふうには思いますね。最初に難しいなって思ったのはどの瞬間ですか？
まあ、もうスプリンターズですね。調教乗った時に、ああこれこんなもんかと思ったんですよ。まあ引っかかるけど、あまあまあまあ大丈夫かなみたいな感触はあったんですよ、スプリンターズステークスの追い切りの時に、うん、でも勘違いでいやもうちょっとうまく乗れるかなと思ったんですよね、去年のスプリンターズステークスの時は。でもあこういうことかって、もう乗ったジョッキーにしか本当に分かんないなって思いました。もう多分これ見てる豊さんとか野井さんうんうんって言ってると思います。へそのぐらい乗った人にしか分からない恐怖が。そうですね、し聞かないって。へでも池添騎手がまたがるようになってからやっぱりちょっとなんかこう、あ我慢してるのかなっていう部分も多くなったかなって思うんですけど、全部めちゃくちゃ気使って、はい、優しく乗ろうってしてますだから乗った瞬間からパドック出ていくじゃないですか、その時からもずっとご機嫌取ってますし、返し馬もこうあの馬のやりたいようにじゃなくて、こう一回我慢させてゆっくり返し馬させてあげるっていうのと、あと集合場所に行くのって集合かかるじゃないですか、その時ってやっぱ馬って気合い入るんですけど、一頭でゆっくり行かせるっていう、他の馬と一緒にバーって行くんじゃなくて、一頭ポツンってさしてあげてリラックスして力入るんですよ、やっぱり集合かかるとグーって硬くなってくるんですけど、そこでぐる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 って回してあげるとふって抜ける時があるんですよね。そこでやっと集合場所に行くっていう、一応見えてないところで気遣ってやってるんですけどまあやっぱまたレースガシャッと開いちゃうとまた変わるので、でも落ち着いてゲート裏までは行けるようにはなりました。その効果があったとは思います。行かせないっていう、やっぱこうレースが近づいてきてることが分かるからそうなっちゃうっていうことなんですか。まあ、他の馬がバーって行っちゃったらもうやっぱ何回も走ってるんで分かるので、そこで硬くなるんですけど、力抜けるまでもうそこからもう動かないようにしてるので、で一頭で行くとゆっくり歩いていけるようになったので、はい、だいぶこうゲートレース前まではリラックスしていけるようになったんですけど、はい、だって本当にこう慶応杯スプリングカップもそうですけど、レース後すごい疲れてらっしゃるなっていう感じはありますよね。まあまあでもあんま一緒っすよ。なんかそういう、ね、結構みんなそれ言いますけど、KOHI の時はなんか疲労インタビューとか大変荒れてたとか言うんですけどはあ、はあ、まあ、レース後みんなインタビューって結構息荒れてますよ。もうそのぐらいも最後特にもうすごいパワー使った後のインタビューってことですもんね、と思うんですけど、まあ、特にこう名犬乗ってるとみんな疲労困憊、終わった後疲労困憊だなって言われる。他の馬とかでも実際どうですか、メケールだとやっぱりちょっと、いや気を使います、だからその疲れもあるんですね、それの疲れですね。あーレースの疲労度よりも、うんうん、それまでに向かっていくまでの、はい、気を使ってるんで、そこの疲れですね、レースの疲れよりもめっちゃ気使ってるんで本当にもうミリ単位で気使ってるので、何にしてもそれぐらい繊細、すごいゆっくり歩いてるのに急にガーンって上がって効かなくなっちゃう馬なので、はあ、そこをこうオンにさせないようにというか、なるべく、だからもうずっと喋ってます。何を話しかけるんですか。大丈夫だよとか、まだだよとか、もうちょっとでレースだからねとか、いろいろずっと喋ってます。めっちゃカップルですね。カップルですまあ多分聞いてるのか分かんないですけど、はあ、常にメイケルに関してはずっと喋るようにはしてます。ゲートの中でもそうですし、そうするとちょっとメイケールは安心してる感じがしてくれるかなと思って喋ってますけど、あ分かんないですけどね、聞いてみないと。まあでもずっと喋ってます。実際距離的な部分ではそのまあ難しいところもあるっていう話ですけど、どのぐらい専用、あレースですか、はい、体型とか走り的にはスプリントじゃないと思うんですよ、はい、やっぱりのでもう少し長い距離でも走れる馬だとは思うんですけど、はい、やっぱりこう一生懸命なりすぎてしまうところ、やっぱ暴走しちゃうところがあるので、うんうん、今スプリントの路線使ってると思うんですけど、はい、まあ、調教師は将来的には多分マイルまでも出したいっ
っていうふうに思ってると思うんですよね、うん、まあ、そういう話もちょこちょこ聞きますし、はい、来年あたりはマイルもしかしたら使ってるかもしれないですね、ビクトリアとか。実力的にはでもそのぐらいやっぱりいけそうな馬ではあるってことなんですか？盛り合いさえつけば、うん、まあ、もう本当にそこなんですね。そこさえつけばもう G1 取れる馬だと思います。うん、はい、でもすごい努力されてるわけじゃないですか、陣営もジョッキーも。また一工夫二工夫もまたここに重ねていくってことですよね。ほぼほぼレースで教えれる部分っていうのはもう今年やってるので、うん、まあ、あとはもうちょっと我慢してくれるとこが出てくればいいかなとは思います。なるほど、もうやっぱりそこが課題になってくるんですね。やっぱりジョッキーにできること限られますし、うん、もう厩舎陣営もそうですけど、はい、こう調教でできる範囲も限られるので、うん、やっぱりこう走る馬自身もやっぱり勝つなら我慢しなきゃいけないところっていうのは出てくるので、そこをやっぱりクリアしてくれないと、やっぱ G1 のタイトルってやっぱ取るの簡単じゃないので、うん、取れないと思うので、はい、やっぱり馬の我慢も必要になってくると思います。なるほど、はい、うん、まあ、のオーナーさんは馬娘の、ね、キャラクターにしてほしいなんてお話をしてるって。あ、そうなんですか。聞いたことがあるんですけど。オーナー自身が言ってるんですか。らしいですよ。なるでしょうね。なるでしょう ね、 ね、きっとね、個性的だからなるかなって思いますけど、カップルみたいなこう会話されてるジョッキーとしてはどうですか、ああいう女の子は。でも普段はすごいやっぱりおとなしいんですよ、でめちゃくちゃ美人だし、で写真集出すぐらいなので、まあ、そうですよね。めちゃくちゃ顔綺麗だし、ね、美人なんで、うん、怒らせなきゃいいんで。またスイープとはまたちょっと違うのかなっていう感じはしますけどね。なるほど、じゃあ彼女だったらすごい気を使うタイプだけど、よいしょすればいいので、彼女ならいいかもしれないですね。なるほど、結婚相手はまた別かもしれないですね。ああ、このシリーズもうちょっと聞きたかったですね。なんかね、結婚相手はもう僕はカレンちゃんなので。そんなにこう家庭的って馬ですからですけど、めちゃくちゃ乗りやすいし、おとなしいし、美人だし、レースも何もなかったですし、もう何も言うことがないです。それでいて強いですしね、はい、へー、だから取り上げられないカレンちゃん、癖がないので。そうか、そうそうそう、ね、癖馬ではないっていうね、はいはい、はー、でもまあ彼女だったら可愛いなっていうタイプなんです ね、 メイケーがね、もうめちゃくちゃ可愛いと思います。みんな振り返るぐらい美人だと思います。スタイルもいいし。またちょっとファンの方の見る目もね、変わってくるかなっていうところもありますけれどもね、今回はそんな個性的で魅力的なメイケールの話をお伺いいたしました。作戦間近、次回はどの馬が出てくるのか、こちらもお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。